竹田塾塾長の中森です。ちょっと未来についてどういう風に変わっていくのか聞きたいかなと思います。逆転合格よりも勉強法の竹田塾だと、年内合格の竹田塾、新たなキャンペーンみたいなのがあるって聞いたんですけど、そうだよ、始まりました、マチェチチャンネルです。さあ今回なんですけども、新塾長においでいただきました。ハローゼア竹田塾塾長の中森です。はい、いやもう、はい、取り終えたんですけど僕、はい、ついつい総務部長って言いたくなっちゃう、言ってましたね一回ね。慣れないな、まだまだって感じですね。はい、いやまあまあいろいろあったと思うんですけど、はい、ちょっと未来について、はい、どういうふうに変わっていくのかっていうのですね、ちょっと聞きたいかなと思います。いややっぱその竹田塾はそのやっぱ今までも逆転合格とか、はいはい、は完璧にとか授業しない塾みたいな感じでガンガンこう先進的なことを打ち出してきたと思うんですけど、はい、やっぱその先進的なこともさすがにこんだけ言い続けてるともう聞き飽きたよというか、おお、なるほど、まあ、もちろん大事なことだけど、新しい竹田塾を僕がやっぱり塾長変わって言うからには新しいこと言わなきゃいけないんじゃないかなと、なるほどなるほど、いうふうに思ってるわけですよ、うん、でまず一番言いたいのはやっぱり逆転合格よりも勉強法の竹田塾だと、おお、なるほど、いやっていうのは、うん、逆転合格のためにやってるというよりは勉強法が改善された結果逆転合格なり志望校合格ができるのであって、受験屋じゃないですけど、はい、合格しさえすればいいんじゃなくて勉強方法が改善されてめっちゃ勉強のやり方が上手くなって一生使える勉強が身についたから逆転合格ができる、合格ができるっていう風にメッセージを変えていくべきなんじゃないかと。おー、なるほどなるほど、確かにもう一冊を完璧にした方がいいとか、うん、参考書を完璧にするべきだっていうのは伝わりましたもんね。そうなんですよ、やっぱ世の中結構変わってきてて、はい、大学もどんどん今気合い入れてやっぱその生き残りをかけていろいろ工夫してるじゃないですか。でこういうのには強いとかああいうのに強いみたいな大学も増えてきてるから、やっぱその偏差値だけによらない自分にとっての最善な進学先とかっていう選択肢全然増えてくると思ってて、そういう意味で勉強法をちゃんと身につけていさえすれば何やりたくなってもまあ役に立つし目指せるんじゃないかなっていう意味で、逆転合格っていうただ偏差値至上主義みたいなメッセージじゃなくて、もちろんそれは全然行きたいと思うなら目指していいと思うんだけど、まず前提として一生使える勉強法の改善っていうところをやって、俺やればできるんだ、私やればできるんだって思ってもらいたいって感じですね、はい、2つ目が、はい、年内合格の竹田塾と、おお、なるほど、へ、はい、年内合格、それはどういうことなんですか。いや要はいろんな入試あるじゃないですか、はい、世の中に、はい、それを打ち出していった方がいいんじゃないかと、あ、それを対策できるようにしますよみたいなことがやっぱできた方がいいんじゃないかなみたいな感じですね。一般入試だけじゃなくてってことですね。要は入試方式って個人の向き不向きあるし、はい、早めに決めといた方がまあ精神的に楽だったりするところもあるじゃないですか。です、ね、1月に滑り止め受けるよりも年内に受けてたらもう滑り止め対策しなくていいじゃんとかもあるじゃないですか。これ学費とかの話もあるから一概には言えないところもあるんですけど、はい、だからやっぱその知らないんじゃないみんなって思うわけですよ、うんうんうん、もう例えば早期行きたいならもう一般入試みたいな、だけど、はいはい、いろんな入試方式あったりするよねとかっていうのがやっぱある中で、それはもちろん今多分みんな知らないから、なんか例えばそれこそ面接とかそういうやつだけで入れるやつじゃないかと思ったらいろいろ選択肢あったりするわけじゃないですか、はいはいはい、そういうのをもっともっと情報提供していった方がいいかなっていうのを思ってるって感じですね、うん、なるほど、そうですね、入試情報戦ですから ね、 もうね、知らない人たちがなんか推薦は邪道だとかですね一般じゃなきゃダメなんだとかいろいろ言ってると思いますけど、まあ、いろんなやり方がありますからね、はい、本当になんかこの子だったらこの入り方が有利なんじゃないかとか、うん、こういうところ向いてんじゃないかみたいな、やっぱ進路相談とかはもっともっと向き合えるようにしていく必要があるんじゃないかなっていうところはあると。やっぱその竹田塾といえばなんか気になったらとりあえず答えてくれるとか、はい、見ときゃいいみたいな、うん、とりあえず気になる情報を扱ってくれるサイト感っていう、はいはいはい、チャンネルじゃないですか、ね、だからそういったことを気にする人たち増えてくるのかなみたいな、うんうんうん、あるんで、まあ、そこをねちょっとやっぱやっていかなきゃいけないんじゃないかなって思ってるって感じです。なるほど、確かにそうですね、さまざまな入試に対応できるように変わっていくというか、そ う、 そういうタイプになっていくんですね。そ う、 そういうものをやっぱそのちゃんと人材とかもね今後増やしていって、うん、ほうほうほう頑張ってやっぱそのどんな入試でも対応できるようにするよとか、どんな入試でもいろんな情報提供するよみたいなことにどんどん力入れていきたいなみたいな、うん、なるほど、そういう感じでやっていくわけですね、はい、あとはこれもねちょっと長くなっちゃすみません、あ、いやいや、どん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 、はい、もう皆さん聞きたいと思ってますから、はい、共通テストですよ、おこれ散々2人で喋ったじゃないですか、はい、あれは思考力じゃないと、あ時間がやれっていう、そうね、話で、ただやっぱその思考
PP のもう瞬発力っていうのは結構求められてるのかなと。やっぱ知ってる人なら早く分かるし、はいはい、知らない人なら辛いみたいな。だからいろんなことに興味ある人がまあ有利だったりとか、うん、根本的に解くの早い人、考え慣れてる人が有利っていうのはあったかな。でも今だとやっぱ地頭勝負になっちゃってるけど、ちゃんとどういうことを身につけていけば早く解けるようになるのか、うん、早く読めるようになるのか、うんうん、あるいは得点戦略ですよね、うん、自分8割でいいんだからここの問題設定いいじゃんみたいな、はいはい、そういうことができることが今後やっぱ求められていくんじゃないかと、うん、ということで初見問題のスピードアップっていうのをやっていかなきゃいけないんじゃないかな。なるほど。じゃあこれ新たなまた参考書の選定が待ってるわけですね、うん、そうなんですよ。だからこれまでの従来のルートはもちろんやっていくけど、それに例えば追加してやっていったりとか、志望校の入試形式これだったらあなたはここまででいいからその代わりこの対策を追加しようねみたいなことも増えてくるんじゃないかなみたいな、うん、なるほど。じゃあ今聞いてるだけでも中森新塾長の仕事がめちゃくちゃある気がする。そうなんですよ。僕もともとかつてないぐらい働いてるのを一生続けてる人間だったという自負は割とあるんですけど、はい、さらに働くようになりましたね。はい。まあでも楽しいっすよ、そういう意味で言うとね。そうなんだ。はい、いろいろ大変なことありますけど、なんかもっともっと武田塾をいろんな人に役立てるようにできるんじゃないかな。でみんなもそれのために一緒に頑張ってくれてる社員の皆さんだったりね、もうアルバイトの皆さんだったり、あるいは校舎の皆さんだったりといるんで、まあ、その人たちも、ね、一緒に頑張っていけたらなっていう感じですね。新たなキャンペーンみたいなのがあるって聞いたんですけど。そうなんですよね。もう本当にやっぱ勉強法の武田塾っていうからには勉強法を身につけてほしいわけですよ。なるほど。そのために何が大事かって言ったらやっぱ体験なんじゃないかと、うん、なるほどなるほど。受験相談ももちろん来てほしいんですけど、うん、あれ聞いただけじゃないですか。だから自分でやんないと、はい、なるほど。やっぱ実体験して自分の勉強を改善するっていうのをやってもらった方がいいんじゃないかと、うんうんうん、いうことで体験を受けたくないようなキャンペーンやりたいなと思って。なるほどなるほど。でこのキャンペーンがなんと単語帳とかその文法とかね、体験またはまあ入塾する人ですね、はい、その時に使用する参考書1冊、うん、無料でもう武田塾がプレゼントしますと。でその参考書で体験受けて、うんうん、でもうこれでしっかり勉強法を身につけて、これからね、まあ、入塾する場合でも自分で勉強頑張る場合でも頑張ってもらおうじゃないかと。なるほど。そういう企画です、はい、おお、いいですね。それルートにある参考書ですか。そうそうそう、ルートにある参考書の中で特にやっぱその初学者向けの参考書を中心にやっていこうかなと。まあ、結構できる人で体験受けたいみたいな感じだったら、うん、難しい参考書を用意する場合もあるかもしれないですけど、基本的には初学者向けの参考書でやってもらう感じになるかなっていうところですね。なるほど、はい、それって期間とかはあるんですか。もう3月1日から始まっていて、で4月30日までやるという感じになってるんで、結構ね長い期間やりますんで、うん、まあ、そこでね他の予備校行ったりとか他の塾行ったり考えたり、あるいは自分で一旦頑張ると考えてて、人でも一旦やっぱちょっと勉強方法は知っといた方がいいかなみたいな感じで、身につけた後にそのまま家で自分で続けてくれればその参考書一冊完璧になるんで、うんうん、っていうのをやってほしいかなみたいな。そうですね。まあ、はい、あの英単語のね覚え方だけでもね覚えていくと全然違うと思いますしね。そうなんですよ。やっぱね勉強法ってね難しいんですよ。うん、そうですね。でも一回できるようになっちゃえばもう本当に役立つと思うんで、ぜひぜひ体験来てみてほしいなって思いますよね。なるほどなるほど。こういった形で変わっていくっていうのが分かった。他にあります、こうしたいみたいなのか。いやもうね、僕もメッセージは一つだけで、いい塾にしたいと。おで、いい塾って何だろうかっていうのを考えてさっきの方針も出したんですけど、でも本当にいい塾だなって思ってもらえるようにしたいと。もうだからってね、じゃあもう全員無料でいいよとか言えないですけど、そんなことは言えないですけど、ちゃんと価値があるものにしなきゃいけないからねっていうのはあれですけど、でも武田塾通ってよかったなとか、武田塾に相談行ってよかったな、うん、武田塾の体験受けてよかったなって思ってもらえるところにしていきたいなっていうのが一番で、でそのために何をすればいいのかっていうのを考えてやっていきたいなと。それがやっぱり一番ですね。ここからいろんなことを多分発表していくし、いろんなこと変わっていくと思うんですけど、はい、その全てがやっぱ武田塾いい塾になったよね、武田塾いい塾だよねっていうふうに思ってもらえることを、まあ、第一に考えてやっぱ全力で動いていきたいかなと思ってます。はい、いや素晴らしいですね。まあ、本当にね僕もまあオーナーなんで見てるので、はい、どれだけ大変かっていうんですね。はい、非常にですね、外の人には見えてないかもしれないですけど、非常に大変な苦労がいっぱいありますので、みんなも大変ですから、はい、ね、社長が一番大変じゃないとやっぱ刺激がつかないんで、なるほどなるほど、ね、しっかり頑張っていこうと思いますよ、はい、これもう本当にすごいです、はい、言えないけど、なんかそんな自画自賛動画になっちゃうとあれなんですけど、でもみんなの、ね、役にこれまで以上に立てるようになるかなと思うと、結構自分自身ワクワクしてるんで、ちょっとこれからはね、武田塾なり僕を見てもらえればなと。そうですね、森田先生もですけどね、もちろんそう頑張って、はいはいはい、行かないといけないと思いますので、はい、全力でサポートしていきますので、いやお願いします、一緒に頑張りましょう、はいはい、ということでぜひですね武田塾チャンネルの方もですねチェックしてですね、まあ、それぞれの校舎で参考書のキャンペーンはやっておりますので、はい、ぜひお問い合わせいただければいいんじゃないかと思います。はい、はい、ということで今回中森先生においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。